こんにちはシアスカです今回の動画のご視聴感謝しています。ありがとうございます。今回は悲しみは感じていいというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まず最初の前提として人は感感じたくない情を無意識に避けようとします人は感じたくない感情を無意識に避けようとします。 なので、感じたくない感情が多ければ多いほど人は行動できなくなるということなんですよね。人は感じたくない感情を避けようとするので、感じたくない感情が多ければ多いほどその人は行動しなくなるということなんですね。例えば不安とか恐怖は感じたくないと。だから不安とか恐怖を避けようとすると。 でそうすると、不安、恐怖を感じるかもしれない可能性があると、人は行動しないわけですね。なので、ねそれ、人の思考っていうのは現実化しますから、人の人生っていうのは基本その人が考えている通りなんですよね。だから本人は不安とか恐怖を感じたくない。だから不安とか恐怖を避ける。そうすると、ね、不安とか恐怖を感じる機会っていうのは人生の中でかなり少なくなっていくわけです。その代わり、 過去の延長線上のもうね、この先が大体分かりきったような人生になるわけですよね。要するに不安恐怖を感じたくないってことはずっとこのまま安定し続けたいということだから本人の願望通りなわけです。ね、不安恐怖を感じたくない。だから不安恐怖を感じるようなことはしないで。そうすると不安恐怖を感じない人生。その代わり過去数十年とこれからの数十年は大体同じような人生になると。まあ、頭で分かった人生になると。 ということですよねもし不安恐怖は感じてもいいんだと、ねあ。自分は不安恐怖を感じても行動するんだと、ね。不安恐怖を感じてもいいというふうに自分に許可が出ているのであれば実際不安恐怖を感じるようなことがあっても行動するわけですよね。そしたらやっぱその人のね、えー、考えている通りの人生になりますから不安恐怖を感じてもいいって許可が出てるならば不安恐怖は感じるわけですよ。 その代わりその人は初体験とかね未知の世界っていうのにどんどん入っていくことができるので不安恐怖を感じながらも同時に興奮のある人生ワクワクした人生っていうのも歩んでいくんですよね。で今回はこのね人は感じたくない感情を無意識に避けようとするということの中で「悲しみ」というのをテーマに挙げてみたいと思います。 悲しみは感じてもいいというタイトルの動画になるんですけど人は普通ねこの悲しみっていうのをあの無意識に避けようとするんですよね要するにこう自分は悲しみを感じたくない悲しみたくない悲しみを感じたくないというふうに思うわけですしかし悲しみを感じたくないというして悲しみを感じるような 可能性があることを避けようとすると人は同時にね、別の感情も感じられなくなるんですよねそれは何ですかって言ったら喜びです悲しみと喜びというのはコインの表裏になっていてこれは表裏一体なんですね 人間の頭はこの悲しみと喜びっていうのをねなんとか分けよう分けようとして悲しみは感じたくないんだけど喜びだけ感じたいっていうふうに思うんですね。でなんか頭の理屈ではそれがなんかできそうな気がするんですけど実際はできません。悲しみと喜びというのは全く同じ もももものなのなななでで悲悲ししみみをを感感感感じじじじいいいいんんんだだっったたらら喜喜びびすてることがでできるんですねでこの二つっていうのは決して分けることができないんです。ね、だから人生っていうのは究極的には二択なんですよ、ね。究極的には二択なんです。私たちの人生っていうのは人間の頭が思うほど難しいものではありません。ね、難しいものじゃないんです。もっともっとずっとシンプルなものなんですね。 すなわち、今回で言うならば、悲しみも喜びもいらないのか、それとも悲しみと喜びを両方味わってあの体験していくのかという単純な二択なんです、ね。それ以上でもそれ以下でもないということなんですね。で悲しみと喜びが一体ってどういうことかということで、ね、あのちょっと具体的な話っていうのを続けていきたいと思うんですけど、要するに悲しみの原因が喜びであり、喜びの原因が悲しみなんですね。例えば、 ね、あ,のある、ね、若い夫婦のところに、ね、赤ちゃんが生まれてきたとしますよね,ね要するに子供を授かったということにがあったとしますよねでそうすると、ね、多分お母さんにとってはまあねもう人生最大の喜びの日喜びの瞬間かもしれないわけですよ。 今までね、10ヶ月10日間ね、ずっと、ね、子供が自分のお腹の中にいて、ね、まあ、それでこういろんな体験を、ね、お母さんは妊婦として、ね、あの一緒に10ヶ月間やってきてるわけですよね。まあ、つわりがあったり、気分が悪くなったりね、腰が痛くなったりね、もういろいろ大変な思いをして、まあ、10ヶ月間の、ね、あのお腹にいる赤ちゃんと一緒にこうね、それこそいろんな試練を乗り越えてきているわけですよ。 そしていざ子供が生まれてきたということであればもう待望ですよね。もう一番ね、会いたかった子供と会えたわけです。ね、だからそのね、普通はね、まあ、もちろん例外もあるかもしれないですけど、普通はそのお母さんにとっては人生最大の喜びの瞬間っていうのが、まあ、我が子との,、ね、あの出会い、ね、子供の誕生だったりするわけです。 にもかかわらず、ね、その喜びが、ね、後々の悲しみの原因に同時になってるんですよ、ね。喜びの体験イコール悲しみの原因になってるんです。なぜか。ね、その子供との,よろあの、ね、出会いが大きな喜びであればあるほどそれは別れる時の悲しみになるからですね。ねあの悲しみっていう感情は大切なものを失った時に感じる感情なんですよね。 悲しみというのは大切なものを失った時に感じる感情なんです。ということは、ね、悲しみを感じないということは大切なものがないということなんですよ。悲しみを感じないということは大切なものがないということなんです。逆の言い方をしたら、大切なものがあるからこそ悲しみが訪れるわけですよね。ね大切なものがあるからこそ悲しみが訪れるわけですよ。 ね、つまり悲しみという感情を体験するにはその,その前に、ね、喜びっていうか大切なものが存在してるんですね。ねでその大切なものが大切であればあるほど後々、ね、感じるであろうよあの悲しみっていうのも大きくなるわけです、ね。だから人生最大の喜びがもし子供の誕生だというのであればその子供と別れるということは人生最大の悲しみになり得ると。 いうことなんですよね。つまり、親元を離れて、子供が自立していくってことですね。え、その瞬間にどれだけ悲しいかっていうのは。 でその子供がが、ね、自分にとってどれほど大切な存在かっていうのと比例してるわけですよね。あの親にとって子供が大切であればあるほど、ね、その子供との別れ要するに子供が例えば結婚していくとか、ね、親元を離れて、ね、あの自分で、ね、あの生計を立てて、まあ、別々の場所に暮らし始めるとかね、まあ、そういった親元を離れた別れの日っていうのが、ね、大きな悲しみの日になるということなんですね。 でそうしたときに、ね、悲しみは感じていいということなんです。もし悲しみをね、感じるのを自分にこう禁止するとどうなるかっていうと、ね、喜びも感じないということなんです。つまり悲しみの原因を作らないということなんですね。だから、極論ですよ。子供と別れたくないんだったら、ね、究極的には子供を作らなければいいわけですよ。ね、子供と別れたくないと。 いうことであれば究極的には子供を作らなければ絶対子供とは別れないですよねつまり悲しみを感じないということなんです、ね、その代わり、ね、あの子供と出会えた、ね、子供が生まれてきてくれたという喜びも同時に体験できないということなんですね喜びっていうのは悲しみの原因になっているということなんですねだからどっちかなんですよ、ね、喜びも悲しみもいらないのか喜びも悲しみも両方とも受け止めていくのかということなんですよね で仮にね、その悲しみを感じてもいいという許可が自分に出てない。にもかかわらず自分は子供を授かった。親になったと、ね。でも自分自身が悲しみを感じていいという許可が自分に出てないとどうなるかっていうと、子供をね、囲い込んじゃうんですよ。ね、こう私物化しちゃうんですね。支配管理し続けるんですよ。ね、だから、ねこあの、要するに子供が、子供が、親が子供を授かりましたと。 ね、だけど、親の方が悲しみを感じていいという許可が出てない。でそうするとどうなるかっていうと、ね、子供と別れたくないわけですよ。ね、じゃあどうすれば別れ,たくあ別れないかっていう、ね、別れの日っていうのを、ね、ずっと先延ばし先延ばしにできるかって言ったら、ね、簡単ですよね。子供が成長しなければいいんですよ。ね、子供が成長しなければ、子供は家を出ていけないですよねね。 社会の中で生きていくだけの力がないのであれば子供は家を出ていけないですよねだから子供が成長しなければ子供はずっと自分の家にいてくれるんですよ、ね、親に依存し続けてくれるんですよだから子供に成長させないという無意識の行動を親はとってしまうんですね 親ももちろんね、そこまで明確にね、自分でやってることっていうのを意識してやってるわけじゃないんですけど無意識の中に悲しみを受け入れるだけの,、ね、あの,その許可が出てないっていうかね、悲しみを受け入れようという決心ができてないんですねだから本人も、ね、よく分かってないんですけど、ね、ついつい子供をね、えとにかくこう依存させ続けるようなことをします。ね あの子供が成長しなければ、ずっと子供は自分のもとにいてくれるわけです。ね、社会の中で生き、生きていくだけの力が子供についてなければ、ずっと親を頼りにしてくれるわけですよ。ね。じゃあ、どうやったら成長しないかって言ったら、もう体験の機会っていうのをね、あんまり作らないっていうことですよね、子供にね。要するに子供が体験する機会っていうのをあんまり与えないっていうことです。ね。だからずっとね、お、おあの、 子供を家の中で閉じ込めるっていうかね、あんまり体験をさせないということをしていくわけなんですよね。で、子供は体験すればするだけね、あの失敗が増えます。で、失敗の中から学ぶわけです。あ、これをやったらうまくいかないんだとか、あ、これをやったらうまくいかないんだっていうことで、こう体験すればするだけ失敗が増えて、失敗すればするだけ学んでいくわけですよ。で、学びというのは絶対体験を必要として、体験から全ての学びが始まっていくわけです。だから、もし親に愛がある のであれば子どもがどれだけ失敗したとしても常に体験の機会っていうのをたくさん作ってあげるんですね。 いいろろやらしてみるわけですよ、ね、あのそれをこう、ね、事前にこう、ね、な何かあこれをこうやったらこうなるよって教えるんじゃなくてとにかくどんどん体験させてどん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 失敗させるわけですよ。それが子供が一番,、ね、一番にして唯一学ぶ方法だからもし本当に親の方に悲しみを受け入れる準備ができていて子供の成長を心から喜びと感じられるような親であればとにかく子供に体験の機会というのをたくさん作ってあげます。 ね、しかし、ね、悲しみを感じたくないっていう親は、要するに自分はね、喜びだけ感じて悲しみは感じたくないんだと。ね、だから、悲しみを感じないようにっていう親は、ね、結局子供にに、ね、体験の機会っていうのを作らないんですね。何でも教えちゃうんですよ。ね、あこれこうやったらこうなるよ。あそれしないでね。って,っていう風に、何でもかんでも教えちゃうんですね。 ね、だから教何でもかんでも教えるから子供は体験しないですよね。体験しないから学びがないわけですよ。ね、そうして、ね、親がとにかく、ね、何でも教えて何でもやってあげるわけです。ね、子供が10歳になろうが、20歳になろうが、ね、ご飯は親が作ってあげるし、洗濯は親がしてあげるし、ね、あのいあの部屋の掃除は親がしてあげるわけですよ。ねね、何もさせないと、子供にはね。 もうとにかく子供をずっと、ね、あの自分のところに囲い込むということをするわけです、ねで。なんか世間一般的にはそういう親って一見優しく見えますよね。ねなんかあの、ね、親は、ね、子供のために何でもやってあげてっていう、ね、なんかすごく優しそうな感じがするんですけどもそういう親が一番子供にとっては残酷なんですよ。ね、もうとにかく、ね、あの子,子供が成長しない。ね、だから せっかくその子には、ね、無限の可能性があって、ね、いろんな才能が眠ってるにもかかわらず結局それを、ね、開発することができないんですよ。ね、自分は何もしなくていいと。自分は何もしなくていいから、まあ、楽は楽だし居心地はいいですよね。その代わり社会の中で生き抜く力っていうのは全くついてませんから結局家を出ていけないんですよ。 ね、でそうした時に、結局ね、親と子供が無意識の中で協力してるんです。依存という形で、ね。意識的にはね、このこういう親子っていうのはね、意識的には反発してるんですよ。意識的には反発してるんです。なんで反発するかっていうと、要するに親は子供が成長してませんよね。だから子供がいつまでたってもダメなんですよ、はっきり言って。子供はが成長してませんから、ね。だからなんかね、ちょっとしたことですぐね、あの失敗。 したりするとあもうこの子はね、本当ダメな子だというふうに思うんですよね。ねだからこの子本当ダメな子だというふうに思うわけですよ。でで子供の方も、ねなんかね、ちょっとしたことで失敗ばっかりするから、家の中でね、家の中でちょっとしたことで失敗するから、あ自分はなんてダメなんだろうとかっていうふうに思ってるんですけど、この2人はねあの無意識では協力してるんです。親は ね、あこの子はね、なんてダメな子なんだろうって思いながらどっかで安心してるんですよ。やっぱり私がいないとダメなんだ、この子はって、ね。要するに親としての必要性っていうのをずっと持ち続けることができるんですね。親としての存在意義がある、親として存在感があるっていうのをずっと感じることができ,るできてるんですよ。ね、自分が、ね、子供に体験の機会っていうのを与えない、ね。子供は体験からしか何も学べないから子供は成長してない。 いつまで経ってもね親、親の方が上で子供の方が下なんですよ、ね。そして子供がね、何かちょっとしたことでね、家の中でね、なんか失敗をしたりすると、ねね、あのこの子はダメだの子だなって思いながら、やっぱり私がいないとダメっていうことで、ね、安心してるんですよ。ね、そして子供と、ね、別,れ別れの日が来ないようにしてるんです。 ね、あの子供がいつまでもいつまでも家の中に居続けないといけないという状況を親の方が作っているんですよで。子供は子供でやっぱり楽ですよね。自分何もしなくていいわけですよ。ご飯作る必要ない、ね、あの洗濯する必要ない、掃除をする必要もない。ね、ただ自分は呼吸してさえすれば、まあ、居心地のいい生活っていうのをさせてもらえてるわけですから、ね、人は居心地のいい環境に一回どっぷりはまってしまうと、まあ、自力では基本抜け,ない抜けられないんです。 人は基本その、ね、あの無意識で一回、ね、こう居心地の良さっていうのを感じてしまうと自力では抜けられないんですよ。もし抜けられるとしたらもう、ね、誰かが強制的に引っ張り上げてあげるしかないんですね。ね誰かが強制的に引っ張り上げ でそういう強制的に引っ張り上げてくれるような人と出会えたら、人は初めてその居心地のいい環境というのを出られたりするんですけど、ね、普通自力では出れません。ね、だってそのままで困ってないわけですから、本人はね。あの楽ですよね。だから自分何もしなくていいわけだから楽なんですよ。だから子供は結局ね、 あのその中でずっと居続けるということになるわけです。で、親は自分の親としての存在意義っていうのを確認できて、子供は楽な生活が維持できる。だからお互いに無意識でね、協力してるんですよ。ね、意識的には親,親と、親はね、子供のことをね、 あの悪く言うかもしれません。なんかこの子はいつもね自分をイライラさせるとか言ってるかもしれませんけど本当は無意識では安心してるんです。ね、それなんでなんですかって言ったら子供と別れるのが嫌なんですよ。いつまでも親であり続けたいしいつまでも子供に依存し続けてもらいたいんです。でそうすると悲しみ感じないで済みますよね。悲しみっていうのは大切なものを失った時に出てくる感情だから大切なものを失わないでずっと子供が自立していくのを先延ばし先延ばし しでできるわけですよでそうすると自分は悲しみを感じなくて済むわけです。ね、でそうしたときに、ねなんかね、自分は悲しみを感じないで済んでるとしかも自分は、ね、親として、ね、子供のためにこんなにやってあげてるみたいな,なんか自分ほど、ね、なんかいい親はいないんじゃないかっていうような感じがあるかもしれないんですけど実際それほど子供に対してぜあの、ね、残酷な、ね、対応っていうのはないわけですよ。ね、結局もういい殺しみたいな状態ですよね もう完全に親が子供を私物化しちゃってるんですよ、ね、いやだからもう子供は結局ねあの、自立するための力っていうのは全くついてませんから、ね、体験から学んでないんですよ。失敗から学んでないんですね。だから出ていけないんですよ、家,家から、ね、社会に、ね。だからもう結局子供は一生ね、はっきり言ったらね、成長しない、ダメな自分として生き続けないといけないということになるんですね。 だから、ね、結局その自分が子供と別れたくない、子供が自分の元からね親元から自立してい,ってあのししていかないというね、ねその要するに子供がずっと自分の家に居続けてくれるという状態を作る、ね、悲しみを感じないで済んでる代わりに喜びを感じられないんですよ。つまり子供の成長、成功です。 ね、子供が成長する子供が成功するそういう喜びを親子ともに感じられないんですなぜかって言ったら悲しみをあの、ね、封じてるから喜びも感じられないんですよ、ね、だから、ね、そういう、ね、状態だったらやっぱりね親子ともに、ね、悲しみを感じないから、まあ、そこそこ気楽な人生にはなるかもしれないし、まあ、やっぱり人っていうのは自分の人生は自分で選べますから、まあ、それも選択は選択なのかもしれませんよね しかし、ね、やっぱりこう、ね、子どもの本当の幸せを、ね、願うならば、ね、子供の本当の幸せを願うならば、やっぱり、ね、親は子供をを、ね、送り出してあげないといけないんですよ。だって子供は、ね、やっぱその子にしか持ってない才能とか、その子は自分で自分の人生を選べるだけの無限の可能性っていうのを持ってるわけですよね。でその時にやっぱ子供がいかに、ね、自分の元をを、ね、一日でも早く。 出ていけるかかどうかそのためにどどれだけたたくささんんのののの体験をさてさせててあげるることががでできるかどうかっていううっい本当の愛情なんですよそのためには、ね、悲しみを感じていいっていう許可を、ね、自分に出している必要があるしいざとなったら自分は悲しむんだと、ね、も,もし泣きたいんだったら泣くんだっていうそういう、ね、決心みたいなのを、まあ、自分でしている必要があるんです。ね、繰り返しになるんですけど悲しみっていうのは大切なものを失った時に出てくる感情です。と とということは大切なものがあったら悲しむんですよもし悲しみたくないっていうんだったら大切なものを作らなければいいんです大切なものを作らなければ悲しみっていう感情を体験する必要はないわけですよねだから何かがあって悲しくないってことはそれはすなわち大切じゃなかったってことですよね大切じゃなかったってことは悲しみっていう感情は湧いてこないわけですよでもし悲しむことができたっていうんだったらそれは大切なものがあったっていうプラスの評価でもあるん ですね、でもしものすごく悲しかったっていうことであればそれはものすごく大切にできたっいうことなんですよつまりものすごく大きな喜びがあったってことなんですね。 だから、子供にどん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 体験させて、どん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 失敗にね、失敗させて、どん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 ね、その体験失敗から学ばせていったら、子供は早く成長します。大きく成長していきます。で、そうするとどうなるかっていうと、子供が親元からどんどんね、離れる日がね、近づいていくってことなんですよ。要するに子供が親を必要としなくなるってことですよね。 子供が体験から学ぶ、子供が失敗から学ぶ、自分ができることがどんどん増えていく、そしたら、だん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 子供は自分でできることが増えていきますから、で親を必要としなくなるわけですよ。 ということは、つまり、自立の日が近づいていくってことなんです。子供が親を必要とせずに、親元から離れる日が近づいていくってことなんです。その悲しみを感じてもいいと。それもまた自分の,あの喜びの一つなんだということで、悲しみを感じていいっていう許可を出している。もしくは、そのね、悲しい、いざとなったら悲しもうと。ね、泣きたい時は泣こうという決心ができていると、本当の教育を知って すするることができるんできんよもうその子のことだけを考えた教育っていうのをすることができるんです。 ね、もうとにかくその子供が成長して、ね、社会の中で、ね、あの幸福な人生本当に幸せな人生を作っていくことそのものを親の喜びとするような本当のの教育っていうのをすするることができるんできん、ね、そして、ね、子供がが、ね、本当に自立して、ね、あの子供がお世話になりましたありがとうございましたって言って一人暮らしするなり、ね、大切な人を見つけてその結婚して、ね、新しい家庭を築くなり、ね、そういったことをした時に、ね、親は泣けばいいんですよ。 ね、思い切り、ね、思い切り悲しめばいいんですよ、ね。それはなんでそんなに大きな悲しみを体験することができたかなんでそんなに泣くってことができたかって言ったらそれだけ、ね、子供を大切にできたってことなんですよ、ね。それだけ子供を成長させることができたって立派な人間に育てることができたってことなんですね。だから悲しめたしだから涙が出てくるわけですよ。泣くことができるんです。 なので、それはね、むしろね、やっぱり悲しみっていう感情は居心地は悪いかもしれないんですけど、それはね、やっぱりね、喜びの代償なんですね。喜びがあったからこそ、子どもの大きな成長、大きな成功、ね、大きな幸福、幸せというのがあったから、だから悲しみを感じることができるんですよ。ね、その時はね、もう悲しんだ方がいいんですね。そして泣きたいんだったら泣いた方がいいんですね。 ね、ここで多くの人が、ね、誤解していることがあるんですよ、ね。泣かない方がいいって思っている、ね、場合があったりするんですけど、これは、ね、逆です、ねあの。悲しむべき時は悲しんだ方がいいし、泣きたい時は、ね、泣いた方がいいんです。ね、その方が、ね、人生っていうのはさ、ね、らに良くなっていきます。なんでかっていうと、感情っていうのは抑えても消えないんですよ。ね、感情っていうのは抑えても消えないんです。ね ねあのよくねうつ病の人がいますよね。うつ病の人っていうのはどういう人かっていうと、出すべきものを出してないんですよ。まあねあねの言い方を変えるとね、ね心の便秘状態なんですね、まあ。便秘っていうのは出すべきものを出してないから便秘になるわけですけど、ね、うつ病っていうのは心の便秘みたいなもので、ね、出すべきものを出してないんですよ。心によ 心にとって出すべきものって何ですかって言ったら感情です。感情は出すべきものだから、出すべきものを出してないからね、あの心が病気になってしまうんです。悲しむべき時に悲しめばいいにもかかわらず、悲しむべき時に悲しみを抑えちゃうんですよ。抑圧しちゃうんですね。でそうするとどうなるかっていうと、悲しみは抑えても決して消えませんから残るんですよ。消化不良を起こしちゃうんですよね。 ね、だから結局ね悲しみっていう感情が変な感情にねこう化けていってしまうんですねこう変わっていっちゃうんですよつまり憎しみになります。 憎しみをか抱えてる人っていうのは結局ね怒りとか悲しみみたいなのを抑圧し続けてる人なんですよ。本当は怒る時には怒った方がいいし悲しむ時には悲しんだ方がいいにもかかわらず世間一般から悲しんじゃいけないとかね怒っちゃいけないっていう、ね、間違った教育を受けてしまっているがために本当は出すべき怒り本当は出すべき悲しみっていうのを抑圧してるんですね。でそうすると結局出したい出すべきものを出してないから消化不良を こうして結局それがね憎しみに変わっちゃうんですねつまり自分にこれだけ悲しい思いをさせた相手が悪いということで相手を憎み出すんですよねこうなるとねもうなんかちょっと ね、あの人間関係が完全におかしくなっちゃいますよね人は憎しみという感情を感じたまま幸せになることはできないんですよ、ね、幸せっていう感情を感じるためには絶対憎しみっていう感情から自分が解放されてる必要があるんです、ね、そのためにはねやっぱ感情は感じたものは出していいと出していくということがすごく大事なんですもし悲しみを、ね、抑圧すればね自分をこんなに悲しい思いをさせた相手が悪いって言って相手への憎しみっていう感情になるんです でそうすると人間関係はもちろんうまくいかないし何より本人が幸せに生きられないんですね,ね憎しみを抱えながら幸せに生きるってことはできないんですよだったら悲しいんだったら悲しめばいいんですよ泣きたいんだったら泣けばいいんですそしたら感情は消えていきます ね、あの抑圧することはできないんですよ。感情を抑えてね、なくすってことはできないんですよ。感情をもしあのなくしたいんだったら、それはもう唯一の方法は出すことです。出せば消えます、ね。ずーっと怒り続けることはできないし、ずーっと悲しみ続けることはできないんですよ。 ね、泣くっていうのは、要するに感情が完全に、ね、悲しみっていう感情が自分の心の中にあったものが外に出るわけだから、ね、完全にきれいに、ね、消化されるんですよ、まあ。つまりね、心が浄化されるんです。だから泣けば泣くだけ心がすっきりするんですね。 落ち着きを早く取り戻すことができます。変に自分は怒っちゃいけない、悲しんじゃいけないってこうね、あの自分で自分に制限をかけてる人の方がよっぽどね、過去のことをずっとね、なあの長,長々と引きずっちゃうんですよ、ね。悲しい時に思いっきり悲しんで、泣きたい時に思いっきり泣いてる人の方が結構あっさりしてるんですね。 心が綺麗にね、浄化されてるから、スッキリしてるんですよ。で、また未来、新しい未来に向かって早く向かっていくってことができるんですね。だから、悲しい時は悲しめばいいし、ね、泣きたい時は泣けばいいんですよ。ね、もう泣きたいだけ何日でも思いっきり泣けばいいんです。で、心をね、とにかく綺麗にするんですね。スッキリさせるんですよ。浄化させるんです。で、そうすると人は強くなれるんです。そうやって人はどん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 強くなっていくんですね。だから、本当に強い人っていうのは、 本当に強い人っていうのは悲しみを知らない人じゃないんですよ、ね。悲しみを知らない人は実はものすごく弱いんです。実際は、心は。心はものすごく弱いんですよか。なんかね、悲しみを全然人に見せない人っていうのは、なんか外見上すごく強そうな人が見えるんですけど、本当は心はものすごく弱いんです。 ね、逆に、ね、ものすごく悲しみがある人っていうのはなんかね外見上はもしかしたら弱く見えるかもしれないですけど心はものすごく強いんです、ね、なんでか、ね、悲しめたということは、ね、それだけ大切なものを作れたってことだしもっと言うと、ね、人を愛することができたと本気で愛するということができた人なんですよだからその人は悲しむことができるんです、ね、悲しみを知らない人っていうのは本当に自分の大切なものは作れなかった本当 本当に人を心の奥底からね。愛したっていうことがないんですよ。だから弱いんです。 でその代わり、悲しみを感じることができる人っていうのは、本当にその人を大切にすることができたとか、本当に心の奥底からその相手の、ね、幸せを願うことができたから、だから悲しむってことができたんですよ。つまり悲しみの体験が多い人っていうのは、それだけ人をたくさん愛することができたっていうことなんです。だから強いんですよ。そして、ね、人はね、泣かない人が強い人のように、ね、感じあの誤解するんですけど、実際逆です、ね。人生であんまり泣かない人っていうのはね、ものすごく弱いんですよ。 ものすごく弱いんです何でかって言ったら悲しみの体験を乗り越えてきてないからです。 悲しみの体験を乗り越えてきてないから、たった1回のちょっとした、ね、あの世間から見ると、ね、大した失敗じゃないにもかかわらず、本人からするとものすごく大きな失敗に感じられてしまって、ちょっとした失敗でもう、ね、二度と立ち上がれないみたいな、そんな弱い状態になっちゃうんです。そうじゃないんですよ。ね、泣,き泣きたいんだったら泣けばいいんですよ。何回でも何回でも、ね、気が済むまで何日でも泣けばいいんですよ。でそそしししたらら、ね、の人は、ね、悲悲みみを乗り越えてきてきるか 聞こえるたびに泣くたびにその人は強くなっていくんですね。ねそうだからその、ね、悲しみを知ってる人が一番強いんです。悲しみを知らない人が強いんじゃなくて、悲しみを知ってる人の方が強いんです。そして泣かない人が強いんじゃなくて、あのたくさん泣いてきた人の方が強いんです。もちろん、ね、人前で泣くのが恥ずかしいって言うんだったら自分が、ね、あの1人の時間に、ね、思い切り泣けばいいんですよ。人知れず1人の時間の時にたくさんたくさん泣けばいいんですよ。で泣いて心をすっ すっきりさせてきれいに浄化させてそしてまた新しい喜びに一歩踏み出せばいいんですよ。ね、なぜかって言ったら喜びと悲しみは表裏一体だから。 ね、悲しみがあったってことは同時にそ,れはその悲しみは喜びの原因になってるんです。ね、次にもっと新しい、ね、成長した、ね、もっと大きな成功に向かっていく、そのスタート地点に実は悲しみっていうのがなってるんです。だから喜びは悲しみの原因になっていて、悲しみは喜びの原因になってるんですよ。子供が生まれました。それは喜びであり悲しみの原因ですよね。 で悲しみで実際悲しみが来たとね自分にとって大切な人が自分の元を去っていったと離れていった卒業していったとでそれは悲しみではあるんだけど同時に喜びのスタート喜びの原因にもなってるんですつまりもっと大きな自分になるためのそのねあのスタート地点に立つことができてるんですね例えば子供が成長しましたとね幼稚園に行くようになりましたとね幼稚園の年長さんって言ったら本当に子供ですよまだ3歳でね 本当にねやっとなんかねあの子供がが、ね、歩,歩いて走ってって、ね、なんかち,ょちょっとしたことができるようになりましたぐらいの状態ですよ。でそれが3年間ね、ね年,年少さん、年中さん、年長さんって言って3年間ね過ごしていって年長ぐらいになるとねその3年間で、ね、ものすごく成長しているわけですよ、普通、体験に踏み出しているのであれば。 そうしたらね、もう本当にね、あの物事を考えて、自分なりの考えを発表したりとかね、そういったことができるようになったりするわけですよ、その3年間の幼稚園の生活でね、ものすごく成長するわけですよね。でそうした時にね幼稚園の先生は、ね、本当に愛があれば、子供を囲い込もうとしないですよね。 ね、子供がね6歳になりました、ね、もうねあの幼稚園卒園の時期なんだけど、ね、このままこの子が可愛いから、ね、そのまま私に面倒を見させてください、このまま私に、ね、あの教育を続けさせてくださいとは言わないですよね,ね。子供が成長したことに対して喜びを感じると同時に卒園式で悲しむじゃないですか泣きますよね。ね でそれは結局子供のさらなる成長の機会だからですよ、ね。幼稚園を卒園して小学校に行くという子供にとっての喜びの機会でもあるからですよ。 だから、ね、悲しみと喜びは一体であり、幼稚園の先生に本当の愛があるならば、その子をずっと自分のところに引き留め続けようとしないわけですよ。幼稚園の先生は、幼稚園の先生として、自分の役割というのを限られた3年間という時間で精一杯果たしてくれたわけですよ。 ね、あとはそのね縁があって自分の幼稚園に来てくれた子供がこれからもどん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 小学校中学校高校でどん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 成長していってくれるように心の奥底から願いそしてその子ともう関わりがね ね、終わってしまったとしても、その子が幸せになってくれることを祈ってくれますよね。それがやっぱり幼稚園の先生の本当の愛だったりするわけですよ。ね、いや、この子が可愛いいから、ねあ、この子は小学校に行く年齢だけど、ね、まだまだ私たちに面倒見させてくださいと。ね、私たちがもっともっとねあの、いろんなことをしてあげますからとは絶対言わないんですよ。 ね、それが幼稚園小学校中学校高校っていう形でずっと続いていくわけですよねだから喜びは悲しみであり悲しみは喜びなんですよ子どもの成長は喜びなんだけど成長したからこそ別れがあるわけです、ね、でこれは親子にとっても全く一緒なんですよ親子にとっても全く一緒なんですよ、ね だから、親がね、子供をずっと囲い込むっていうのはね、愛情でも優しさでも思いやりでも何でもないんですよ。もし子供がね、二十歳になって、三十になって、四十になって、ね、ずっと自分の家に居続けると、ね、でも私は子供が二十歳,歳にもかかわらず、三十にもかかわらずね、子供のことは何でもやってあげるんですと、ね。ご飯は作ってあげるし、洗濯はしてあげるしね、子供の部屋はね、あの片付けてあげるしね、なんて私みたいなね、優しい人 人はいないんだろうとかってね。もうね。あ、勘違いも甚だしいですよねね。もうそれそ、それはもうね。子供をね。完全に私物化してしまってるんですよね。子供を完全にね。もう自分のものにしちゃってるんですね。なんか自分への愛を子育てを通じてね。なんかね示そうとしてるわけですよ。 ね、子供への、ね、子育てを通じて自分で自分への愛を、ね、示そうとしてるんですよ。相手のためでも何でもないですよ。人は体験からしか学ばないんです、ね。代わりにやってあげることで体験の機会を奪うっていうのは愛でも優しさでも思いやりでも何でもないんですよ。ただ単に本人が、ね、相手との別れを、ね、あの体験したくないからですよね。大切な我が子をいつまでもいつまでも囲い込みたいからだけですよね。 そんなのはね、全然ね、愛でもね、優しさでも思いやりでもないんですよ。まして、教育としてはもう最悪です。ねもうこれじ。代わりに教えてあげる、代わりにやってあげるっていうのは、もう教育としては最悪です。ね。もうこ、その子は絶対伸びませんから。ね。何もできないですよ。あの、二十歳とか三十とかね、いい歳、いいになってんのに、社会で全く通用しない子になっちゃうわけですよ。ね。 そうじゃないんんでですすよよ親親は親の役割があるんですよそれは幼稚園の先生に幼稚園の役割があるように小学校の先生に小学校の先生の役割があるように親には親の役割があるんですよ、ね。だから本当に我が子のことを愛していて心の奥底から子供のことを大切にしているならば親ができることは一つしかないんですよ。子供に体験の環境を作ってあげるってこれしかないんです。ね、親が子供に教えてあげられること ななんてないんていですよ子供人は子供に限らず人は何かを教えてもらって学ぶわけじゃないんです、ね。何かを教えてもらって学ぶわけじゃないんです。そうじゃないんですよ。ま、体験しないと何も学べないんです、ね。プールに入らないと水泳は学べないんですよ。ね、どれだけ素晴らしい黒板とかホワイトボードで、ね、どれだけ最先端の、ね、泳ぎのね、あの 水泳技術を、ね、学んだとしても、本人は1メートルも泳げないんですよ、ね。もし本人が泳げるようになるためには、実際プールに入るしかないんですよ。で全てそうなんです。ねそのね、なんか教室みたいなところで水泳は学べないんですよ。 ね、机に座ってね、椅子に座って机の前で一生懸命鉛筆持って、ね、高度な水泳技術をね、何時間、何十時間、何百時間学んだって、あ勉強したって、全く1メートルも泳げるようにならないんですよ。 人は体験からしか学ばないんです。ってことは、子供が本当に素晴らしい人間になってほしいっていう、一番の教育を提供したいっていうんだったら、もうそれは子供に体験の機会を一つでも多く作ってあげるってことしかないんですよ。ね、子供親ができることはそれしかないんです。ね、代わりに教えてあげるとか、ね、いや、これはこういうふうにした方がいいんだよとか、これはこういうふうにやった方がいいんだよって教えることでもないし、ま、ね、じで代わりにやってあげることでもないんですよ。 ね、とにかく自分でやらして体験させて失敗させて、ね、たくさんたくさん体験とか失敗の中からいかに学ばせるかってそれだけなんですよそしてそれは幼稚園の先生とか小学校の先生とか中学校の先生が持ってる役割と一緒なんです親には親の役割っていうのはあってそれは限られた有限の時間の中でいかにたくさんの体験の機会を準備してあげられるかっていうことなんですね,そして子供のね自立 が早早ければ早いほど親の教育が素晴らしかったっとというこなんです、ね、子供がね15歳で親を必要としなくなった18歳で親を必要としなくなったっていうのであればそれは親の教育が素晴らしかったってことなんですよ。それだけたくさん子供に体験させたし失敗させたってことなんですよね。ねだから一見ねあの親がね代わりにやってあげない。 ね、何もやってあげないっていうことは、なんか世間一般からするとすごくこう冷たいようなね、あの,あの,あの人は親にもかかわらずね、あのやってあげてないっていうふうになるかもしれないけど、実際そんなことないんですよ。それだけやっぱ子供がたくさん体験して、失敗して、学んで、で、社会で生き抜く力っていうのを一日でも早く身につけることができたっていうんだったら、それは素晴らしい教育なんですよ。 ね、そして子供が早く,、ね、おあの早く成長し大きく成長すれば、ね、その成長が大きければ大きいほどそれは親子両方にとっての喜びでありまた悲しみなんです、ね、子供が大きく成長したからこそ別れの日が来るわけですよ、ね、親が子供が親を必要としなくなり、ね、あの子供が親元を離れていくわけですよね でそれは、ね、子供の成長という喜びと子供との別れという悲しみが表裏一体になっているわけなんですよで。それを悲しみは感じていいんだと。いざ悲しい時が来たら思いっきり悲しもうと。もし涙が出てくるならば、ね、もう泣きたいだけ泣こうと。 いうふうにね心の中で決めておく必要があるんですね自分に許可を出して悲しみは感じていいんだっていう許可を出しておく必要があるんですねだから人の成長っていうのは喜びであり悲しみなんですよ自分でできることが増えれば増えるだけそれだけ必要とする人をが,が減っていってしまうから今までお世話になってた人たちと別れていくことになるんですね。 だからその成長っていうのは喜びであり悲しみなんです。もし悲しみを、ね、あの感じたくないってなるとどうしても喜びの体験っていうのをしなくなります。ねだ子供が自分で楽をして生きていくためには自分が成長しなければいいんですよ。ダメな自分でい続ければ親を必要としますよねだから親もあこの子はやっぱり親,親の私がいてあげないとこの子はダメだって思って、ね、お互いに依存っていう形で合意し続けるわけですよねね。 だけど自分が成長すれば、自分で、いやね、今までは親がやってくれていたことも、どん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 自分でできるようになるわけですから、ね、それだけ親を必要としなくなるわけですよ。もしかしたらお互いにとっては寂しいかもしれない。もしかしたら、ね、早くね、親との別れが来るから、ね、悲しいかもしれない。しかしその悲しみっていうのは、喜びがもたらしたものなんです。成長という喜びがもたらしたものなんです。だから悲しみは感じていいんですよ。で、もし泣きたいなら泣くということです。ね、悲しみ 悲しみを抑圧しても消えません悲しみを抑圧すると憎しみに変わってしまいます だったら悲しめばいいんですよ。悲しいんだから。ね。で、大切なものを失えたってことは、大切なものを作れたってことですよね。愛する人と別れたってことは、愛する、人を愛するってことができたってことなんですよ。だったら悲しみは感じていいし、泣きたいなら泣いていいんです。そしたら、その人は、ね、本当に悲しみの体験の数だけ、そして泣いた体験の数だけ、その人はどん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 強くなっていきます。その人はね、えー、たくさんの人を愛するってことができたってことだし、ね、 涙で、ね、泣くってことで悲しみを乗り越えてきた人だからどん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 心が強くなっていくんですよ。人としての成長っていうのが続いていくんですね。だからもっと多くの喜びにまた体験に一歩足を踏み出すっていうことができるんです。ね、もっと多くの人に影響を与えてもっと多くの人と別れるっていうそういう、ねえー、体験に足を踏み出し続けるってことができるようになるんですね。 だから人はやっぱりね卒業式で泣くでそれは何のために泣くのかって言ったらもっと大きな成長のために泣くわけですよで幼稚園を卒業していくのは幼稚園の先生が憎いからではなくもっと成長していくために卒園式で泣くわけですねで同じように幼稚園の先生は自分のね今までお世,話あのお世話してあげた、ね、子供がいざ幼稚園を卒園してもう実際会えないかもしれないけどでもやっぱりその子の幸せを祈りますよね 親だって一緒ですよ。基本的には。ね。もうこの子は親を必要としてない。もしかしたら親以上の人間になった。だからもうこの子は一緒に自分とは、 暮らさなないいいし一緒に家に家はいないとだけど自分と一緒に過ごしてないけどやっぱりその子がどん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 これからも成長し、ね、成功し、ね、自分が知らないところで幸せになれているのであればそれを、ね、自分の喜びとして感じられてこそ本当の愛ですよ。ね その自分が関わってなければ幸せじゃなくて自分が関われてたら幸せっていうのは愛じゃないんですよね。それはね束縛だし拘束だし支配管理なんですよ。でそうじゃないんです。ね、本当に愛があるなら本当に優しさがあるなら本当に思いやりがあるならその子どもの幸せ、笑顔、喜びの中に親である自分が入ってるかどうかなんてどうでもいいと思えてこそですよ。 ね、だって自分にとって本当に大事な子供がが、ね、本当に幸せに生きてるんですよ。本当に成長してるんですよ。で、そこにその喜びの輪に、笑顔の輪に、親である自分が入ってるか入ってないかなんてどうでもいいと、ただ子どもの幸せそのものが親の幸せだって思えてこそ初めての、初めてそれが愛なんですよ。ね そういうふうに思えたならば、やっぱり子どもの成長を喜びと感じられるんですよ。たとえばそれが別れの原因になったとしてもですよ。子どもが成長したから、子どもが早く別れていくことになったとしても、ね、それを喜びと感じられるんですよ。自分のもとを離れていってくれたことを寂しいんだけど、でもそれは喜びって感じられるわけですよ。 ね、そしたら実際子供が自立していく15歳18歳22歳、ね、いずれかの年齢で自立していく全然違う場所で暮らし始める親が知らない世界っていうのを子供がどんどん体験していくそれで子供がさらに成長しさらに幸福な人生を作っていくその子供の幸福な人生の輪の中に笑顔の中に、ね、親である自分が入ってるかどうかなんてどうでもいいじゃないですかだって自分にとって一番大事な子供が幸せなんですよ だったら自分が関われてるかどうかなんてどうでもいいって思えてこそですよ。そしてもし本当に親が,親がそういうふうに思えたならば、ね、思えたならば、子供はたとえ物理的には一緒に住んでなかったとしても、絶対に親に感謝します、ね。もし幼稚園の先生とか小学校の先生が本当に自分を成長させてくれたって思えたならば、ね、 自分を成長させてくれたって思ってたならば、ね、自分は幼稚園を卒園し、小学校を卒業していたとしても、ね、結局、ね、ああ、あの先生のおかげで今の自分があるんだよなって思えるわけですよ。もしかしたらもう会わないかもしれないですよ。もう会えないかもしれない。しかし、心の中は消えないですよね。 その、もう、別れるっていうのはね、目に見える物理の世界で別れてるだけの話で、目に見えない心の世界では、相手のことは忘れないわけですよ。本当に自分のことを愛して、本当に自分の成長とかね、幸せに貢献してくれた相手なのであれば、たとえ今一緒にいなかったとしても、会えなかったとしても、ね、この、目に見える物理の世界では別れて暮らしていたとしても、あの先生のおかげでこの成功があるんだよなっていうのは、絶対に忘れないです。ね 生きてる限りいつまでもし親がね、本当に自分の幸せを心の奥底から願い、ね、今の自分の成功は、今の自分の幸せは、あの親のおかげなんだって思えたならば、たとえ自分が自立していたとしても、 今は親と全然一緒に暮らしていなかったとしても、ね、自分の幸せ、自分の成功は親のおかげだって自然と感謝の感情が湧き上がってくるし、決して消えることがないわけですよ。もしそれがそういうふうに感じられないとしたら、ね、親が、ね、自分を、ね、支配管理しようとしたからですよね。 ね、本当に自分の、ね、幸せを願ってくれてたわけじゃなくて、親がね、あの子育てを通じて、ね自分、自分の自分への愛を、ね、子育てを通じて証明しようとしてただけなんですよ。私は子供のためにこんなに頑張ってるいい親だって。ね 私は子供のためにご飯を作って、掃除をして、片付けをして、何でも私がやってあげたと。私はなんて素晴らしい親なんだっていう、自分の自分への愛を、子子育てというのを通じて証明しようとしてた、自,自分のための教育であり、子供のための教育じゃなかったから。だから子供は親に感謝できないんですよ。親に感謝した方がいいと思いながらも、実際子供が親に感謝できないのは、その教育が本当に 自分のためだったからじゃないんですよね子供自身のためだったからじゃないんですよもし本当に子供自身のための教育が行われてたならば感謝しなさいなんて道徳の授業で習わなかったとしても自然と湧き上がってくるものなんですよね、今自分がこれだけ成長してこれだけ成功できてこんなに幸せな人生を歩めてるのはね間違いなく親がね ね、自分を育ててくれたからだって。ね、本当に感謝しますよ。別にね、学校の先生からね、感謝っていうのがどれだけ大事かなんて習わなかったとしても、自然と湧き上がってくる感情なんですよ。ね、もしそれがそういうふうに感じられないとしたならば、それはね、親の教育がね、何かおかしかったんですよ。ね、あの、感謝とかね、親孝行とかね、義務でするものじゃないですよね。 ね、あの義務でね、親を孝行しなければならないとかっていうもんじゃないんですよ。もしそういうふうに子供が感じていて、ね、もう親,親の孝行をしなければならないって思ってたならば、それは、ね、明らかに、ね、その親子が一緒にいた間の教育がなんかおかしかったんですよ。なんかおかしかったから、ね、だから子供からすると親を、ね、大切にしたいと思えないわけですよ。ね でそれをいい子であればあるほど、ね、子供の方がいい子であればあるほど、なんで親に対してそんな感情を抱いてしまうんだろうって逆に自分責めちゃうんですよね。そうじゃないんですよ。ね、それはね、子供がそこねあの、自分を産んで育ててくれた親に対して感謝できないってことは、親の方の教育に何かがおかしかったんですよ。ね、本当に子供のためじゃなくて、自分のためにね、教育をしたんですよ、親が。ね 親が自分を自分で愛してるっていうのを子育てというのを通じてあの、ね、証明しようとしたんですよ。 子供のためじゃなかったんですよ。子供のために親ができることなんてないですから。ね。人は体験からしか学べないんです。だから親ができることっていうのは子供に体験の機会を作ってあげることしかないんですよ。それしかないんです。何も教えることはできないし、何も代わりにやってあげることはできないんですよ。もしそれを、ね、いや自分はこんなにたくさん教えてあげたとかね、自分はこんなに子供のために代わりにやってあげたっていうんだったら、単なる親の自己満足ですよ。ね。こ人は本質的に自由っていうのがとにかく望むので、 自分の自由が、ね、あの束縛されるっていうのは、絶対嫌なんですよ、ね、もし子供が親に反発してるっていうんだったら、それは、ね、子供の自由を束縛したからですよね。 親が子供を私物化して管理しようとしたからですよ。だから子供は反発するんだし、ね、どうしても親に感謝できなかったり、ね、親孝行っていうのを義務に感じるんですよ。だってやりたくないって。自分を,、ね、自分を拘束して、自由を尊重してもらえなかったと。自分を信じて、いろんなことを体験したり、ね、あの失敗させてくれなかったと。 ね、とにかく親の言う通りに育てよう育てようとされたから嫌なんだとだから反発してるんだしだから感謝できないんだしだから親孝行をしなければならないっていう義務に感じるわけですよ、ね、でいい子であればあるほど、ね、それを真に受けて、ね、実際ねあ自分は、ね、親,親に感謝できない自分は親孝行できない自分はダメなのかなって責めちゃうんですけど違うんですよ、ね、教育がおかしかったんです明らかに。 本当は人間っていうのはもっともっと優しいんですよ、ね。人間っていうのはもっともっと優しいんです。だからね、人間っていうのは生まれながらに良心、ね、良い心ですよね。生まれながらに良い心、良心っていうのを持ってきてるから、教えてもらう必要ないんですよ、道徳なんて、ね。別に親とかね、学校の教師からね、道徳とはとかって言ってね、教えてもらう必要ないんですよ。だってもう生まれながらに持ってるんだから。 ね、だから、それがそういうふうに感じられないというのであれば、それはね、その子が悪いんじゃないんですよ。それまでに提供された教育が何かがおかしかったんです。ね、人はね、本当は優しいんですよ。本当は思いやりがあるんですよ。別に優しさとか思いやりなんて教えてもらう必要ないんです、ね。人は本当に幸せだったら人に優しいんですよ。本当にその人が、ね、あの幸福だったら思いやりあるんですよ。 義務じゃないんです。あの感謝とか高校とかも一緒ですよね。ね本当に今自分が心から幸せで、この幸せっていうのはあの幼稚園の先生のおかげだ、あの親のおかげだって思うんだったら、ね、感謝が大事だよって学ばなくても、自然と感謝の感情湧き上がってくるし、ね、親に対して何かしてあげたいって思うんですよ。 でもそれがそういうふうに思えないとしたならば、それは何かがおかしかったんです、教育がね。だから子供のの方もねあの 誤解してしまうっていうかね、なんで親にあの、ね、感謝できないんだろうとか、なんで親に孝こ行うこうできないんだろうって、逆に自分に疑問を感じたりね、なんか罪悪感感じたりするわけですけど、それは違うんですよ。でいい子であればあるほど自分を責めようとし,しますけど、違うんですよで。そうじゃないんです。親の方が教育っていうのがよくわかってなかったんですよ。親の方が愛って何なのかっていうのがよくわかってなかったんですよ、ね。もちろんね、親って言ったって自分より年齢が上っていうだけで、ね、実際は未熟です。 ね、その仏様とか神様みたいに完全完璧な存在ではありません。もちろん親もね、あのねあの無実だとは思うんですよ、ね。悪意があってやったわけじゃないんですよ。でも結果的には、やっぱり親が未熟だったから。 ね、親が仏様とか神様ではなかったから、その本当の教育とか、本当の愛っていうのがね、親自身もわからなかった、もしかするとですよ、ね、もしかすると、親もその親ですよね、要するに自分から見た時のおじいちゃん、おばあちゃんたちから同じようにされたわけですよ、でそれが正しいんだろうなって思って自分、子供たち自分にやったわけですよ、ね、もしかしたらそれを先祖代々続けてるのかもしれないですよね。 ね、だから誰も悪くないんですけどでも結果的には、ね、あのいい教育ではなかったし本当の愛ではなかったんですよ、ね。いい教育っていうのは簡単です。 ね、たくさん体験させて、たくさん失敗させてくれること、その環境をね、与えてもらえること、もうそれが唯一いい教育です。ね、人は体験からしか学べないし、失敗からしか学べないから、あ、自分は親にいろんな体験をさせてもらえたと、いろんなことを、いろんな場所に連れて行ってもらえて、いろんなことをやらせてもらえたと、いろんな失敗をさせてもらえたと、ね、それがもうね、一番いい教育なんです。ね、そしてどん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 本人が体験から学び、経験から学び、失敗から学び、 自分ができることがどん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 増えていって、ね、早く大きく、ね、成長し、ね、そして親元を離れることができた社会の中で生き抜く力を与えてもらえたと、ね、そして親,親と離れて、ね、例えば自分一人で暮らしもしくは、ねえー、か家族を作って家族と暮らし自分が成功できた幸せになれたなんで親がああいう育て方をしてくれたからって、ね その時に湧き上がっている、来る感情っていうのは、ね、義務じゃないんですよ。普通に自然に当たり前に感謝っていう感情が湧き上がってくるんです。そして、ね、自分をここまで、ね、あの成長させてくれたあの人に何かしてあげたいっていう、ね、高行っていうのは義務じゃないんですよ。ね、義務じゃないんです。 ね、人は義務なんかないんですよ、ね。本当に人は生まれながらに思いやりとか優しさとか良心っていうのを生まれ持ってきてるわけだから、本当にその人が幸せであれば、感謝はするし、孝、ね、行はするんですよ。それが感謝できない、孝行できないっていうんだったら、それは、ね、本人のせいじゃないんです、はっきり言ってね。それは、ね、あの本当の教育が行われなかったわけだし、本当の愛を受けることができなかったってことなんですよね。もちろん、だからといって、親を、ね、あのあの恨めとかっていう話じゃな ないですよ親だって仕方がなかっったんですよ親だって神様じゃないし仏様じゃないしもしかしたら親の親おじいちゃんおばあちゃんたちから同じような教育を受け同じような態度を取られたからそれが正しいんだろうなって思って自分の子供にやったっていう可能性の方がかなり高いわけですよね。で誰も悪くはないんですけどしかし、ね、実際そのことを気づく必要があるんです。ね、でそうしてじゃあ自分で、ね、先祖代々もしそういったことが続いてるっていうんだったらやっぱりねあの自分で切る必要があるわけですよここまでって。 ね、自分は自分の子供に対しては絶対そんなことをしないと。ね、もし教育を、ね、自分が自分の子供に対して本当に教育をするっていうんだったら、ね、本当の教育講師をしようつまり子供にに、ね、たくさん体験させてたくさん失敗から学ばそうと。ね いうことを自分の代からやっていくわけです。でそのためには絶対に悲しみは感じていいって自分に許可を出している必要があるし、まあはっきり言ったら覚悟っていうか決心している必要があります。子供が早く成長すればするほどね別れの日がやってきてね、ね子供が大きく成長すればするほどその大きな成長は親にとっても子供にとっても喜びだけれども同時に悲しみにもなるんだってことを決心して自分は大きく悲しむかもしれない ないしいざ子供と別れの日が来た時にものすごく泣くかもしれないけどそれでもいいというふうに決心している必要があります。 そしたら、ね、その人の人生っていうのは思った通りですから、思考は現実化していくので、本人がそこまで覚悟を決めていて、そこまで決心をしているならば、やはり思った通りのことを体験していきます。つまり、子供は早く成長するし、大きく成長していくし、そして思った通り大きな悲しみを体験することになるんです。しかし、子供が実際成長していったならば、 ね、子どもはさらにさらに成長しさらにさらに成功しさらにさらに幸福な人生を歩んでいったならばね もっっと大ききな幸福っていうのを体験ででるんですよつまり別れという悲しみが今度は喜びの原因になるんですよ子供がどん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 成長しどん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 成功し本当に幸福な人生を歩んでるとたとえそれが親と全く一緒に住んでるとか同居してるとかってんじゃなくて物理的にすごく離れたところにいたとしてもお互いに本当に感謝とかあの、ね、あの愛情とか幸福っていう感情で心と心でずっと生きてる限りつながり続ける。 っってていいうう、ね、大きなな喜びのの原因になるんです悲しみっていうのがねだから喜びが悲しみの原因になり悲しみが喜びの原因になるんですよ子供が生まれたという喜びはいずれ子供と別れるかもしれないっていう悲しみの原因になってるわけですけど子供が成長して自分の元を去っていくっていう悲しみはやがてその子がさらに自分に、ね、親としての,、ね、あの誇りとか自尊心とかを感じさせてくれる大きな喜びの原因にもなってるということなんですね。 なので、悲しみは感じていいんです。感情の中で感じちゃいけない感情なんて一つもないです。もし本当にそんな感情があるんだったら、そんな感じ、ね、感じちゃいけない感情があるんだったら、最初から備わってるはずがないですよね。ね もしこれは感じない方がいいっていうんだったらなんで備わってるんですかと、ね。そんなはずないんですよ。全ての感情は感じていいんです。不安も感じていいし、恐怖も感じていいんですよ。不安も恐怖も感じるから興奮できるし、人生にワクワクできるんですよ。悲しみだって一緒です。悲しみは喜びの原因であり、喜びは悲しみの原因になってるわけだから、悲しみは悲しみで感じていいんですよ。そして自分が悲しみを感じていいと、泣きたい時には思い切り泣いてもいいということができれば、人生の中でどん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  大きな喜びっていうのを体験することもできるようになっていくということですそして人は悲しみを知ってる人の方が優しいんですね,ね、涙を流した体験が多ければ多いほどその人は強いんです 人は悲しみとか涙の体験の中からどんどん強くなっていって人として一回りも二回りも大きくなり続けるってことができるんですね。だ悲しみを抑圧すればその人は小さいまま。たとえ外の中で強がっていて、いや自分は全然悲しくもないし涙も流さないどんな時もって言ったらね、表面上は強そうに見えるけどものすごい弱いんですよ。 ものすごい弱いんです人の。人を大切にしたこともね、心から愛したこともないんですよ、ね。だからちょっとした失敗でもうすぐ挫折して立ち上がれないということが起きるんです。そうじゃないんですよ。ね、悲しんでもいいし、泣いてもいいんですよで。その体験が多ければ多いだけ、その人はどんどん強くなっていくし、どんどん大きくなっていくし、そしてより大きな喜びの体験へと踏み出し続けることができるというお話です。はい 今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。